スタティックランダムアクセスメモリー、スタティックラム SRAM、スタティックラム SRAM は半導体メモリの一種である。ダイナミックラム、D r a m とは異なり、定期的なリフレッシュ、回復動作が不要であり、内部構造的にフリップフロップ等の順序回路という、スタティック、静的な回路方式により、情報を記憶するものであることからその名がある。 データ残留現象といった性質がないわけでもないが、基本的に電力の供給がなくなると記憶内容が失われる、揮発性メモリ、バラトルメモリーである。ただし原理上、アクセス動作がなければ、ごくわずかな電力のみで記憶を保持できるため、比較的大容量のキャパシタを電池交換中のバックアップとしたり、保存性の良い電池を組み合わせて、 不揮発性メモリのように利用したりといった利用法もある、特に後者はフラッシュメモリ一般化以前にゲーム機などのカートリッジ内のセーブデータ用に頼れた。ランダムアクセスメモリ、ランダムアクセスメモリではあるが、ランダムアクセスだからそう呼ばれているのではないので、本来の語義からは、ほぼ完全に模様として読み書き可能という意味で、慣用的にダムと呼ばれているものである。 という点については d r a m と同様である。ダイナミックラム、d r a m と異なり、記憶部にフリップフロップ回路を用いているため、リフレッシュ操作が不要であり、記憶保持状態での消費電力は極めて小さい。d r a m と比べて、記憶容量あたりの単価が高いため、高速な情報の出し入れが可能な点を活かしたキャッシュメモリでの使用や、 低消費電力を生かした携帯型機器での使用など、比較的データ量の少ない用途によく用いられる。また、低消費電力の例として、SRAM に小さな電池を内蔵あるいは外部に配置することで、主電源が供給されないまも、ま、記憶情報を保持する、仕組みの揮発メモリ、ムベレム、コンピュータの時計やバイオス設定情報の保持などが、挙げられる、バッテリーバックアップ機能。なお、 現在では、従来の D-RAM の記憶セルを用いながら、消費電力を低減して、SRAM と同じインターフェースを持つ、疑似 SRAM もある。また、SRAM の応用として、プログラマブルロジックデバイスがある。これは、SRAM の高速動作を利用したものであり、記憶セルの状態によって、マトリックス上の配線を接続、切断することにより、ゲートアレイとして機能させる。 プログラマブルロジックデバイスの一種であるフトガは配線だけでなくロンリセルの構造も SRAM による RAT ルックアップテーブルで構成されているものもあ SRAM 内の各ビットは4つのトランジスタで構成される2つの交差接続されたインバータに格納される。その記憶セルは2つの安定状態があり、それぞれをレート1に対応させる。 さらに読み出しと書き込みアクセスのために2つのトランジスタを必要とする。したがって典型的な SRAM では1ビットを格納するのに6個の MOSFET6T を使用する。他にも 8T や 10T で記憶セルを構成するものもあるが、これは読み書きポートを複数実装するのに使われ、ある種のビデオメモリやレジスタファイルなどがマルチポート型 SRAM 回路を使っている。 一般的にセルあたりのトランジスタ数が少ないほど個々のセルを小さくできる。シリコンウェハーの製造コストは比較的一定であるため、セルが小さくなれば単位面積により多くのビットを確でき、メモリのビットあたりのコストも低減される。6T よりも少ないトランジスタ数で記憶セルを構成することも可能だが、そのような 3T や 1T のセルは実際には D ラムであり、 SRM ではない。例えば HTSRM と呼ばれるものがある。セルへのアクセスは、ワード線、図では WL でイネーブルとなり、それによって2つのアクセス用トランジスタ M と M を制御し、ついでセル本体をビット線、図では BL と BL に接続すべきか、E なを制御する。ビット線は読み取り操作と書き込み操作でのデータ転送に使われる。 厳密にはビット線を2本持つ必要はないが、その信号と反転信号を同時に提供することでノイズマージンを改善している。読み取りアクセスでは SRM のセルが能動的にビット線をハイ、またはローに駆動する。それに対して D r a m ではビット線がコンデンサと繋がっており、電化共有によってビット線がハイ、またはローとなるまでに少し時間がかかる。 そのため、SRAM の方が、帯域幅が大きくなる。SRAM のセルは、対象型となっているため、作動信号処理が可能であり、小さな電圧の変化を容易に検出できる。また、d r a m と比べて、SRAM が高速動作できる、他の要因として、商用の SRAM チップがアドレスを表す、全ビットを同時に受け付けるという点も挙げられる。d a m は、ピン数を減らして、 小型大容量化するためにアドレスビットが多重化されており、一度に全アドレスビットを受け付けられない。アドレス線がメートル本でデータ線が N 本の SRM の大きさは2ワードまたは 2N ビットである。SRAM セルは3種類の異なる状態を取り得る。回路が何もしていないスタンバイモードデータの読み取り要求に対応する読み取りモード。 内容の更新をする際の書き込みモードであ読み取りモードと書き込みモードの SRAM はそれぞれ読み取り可能性、リーダビリティと書き込み安定性、ライトスタビリティがなければならない。ここではそれら3つの状態を解説する。ワード線がアサートされていないとき、アクセス用トランジスタ M と M がセル本体とビット線を切り離した状態となっている。 交差接続された2つのインバータ M から M で構成は、その間、状態を保持し続ける。図の Q に格納されているセルの内容が1だとする。読み取りサイクルでは、両方のビット線が1に事前充電され、ついでワード線 WL をアサートすることで両方のアクセス用トランジスタをイネーブ状態とする。次に Q と Q に保持されている値がビット線に転送される。 Q が1なので BL は事前充電された値のままとなり BL は M と M を通して例に放電される BL の側ではトランジスタ M と M がビット線を V すなわち1にするメモリ内容が0だった場合逆のことが起こり BL が1となり BL が0となる BL と BL の電位差は小さくてもセンスアンプがそれらの線のうちどちらの電位が高いかを判別し 格納されているメモリの値が1なのか0なのかを決定する。センスアンプの感度が高いほど読み取り操作の速度が速くなる。書き込みサイクルは、まず書き込むべき値をビット線に印加することで始まる。例を書き込みたい場合、ビット線には例を入力する。つまり、BL を1、BL を0とする。これは、RS 型フリップフロップにリセットパルスを与えるのと同じであり。 それによってフリップは状態を変化させる。ビット線に与える入力を逆転させると位置が書き込まれる。次に WL をアサートすると格納すべき値がラッチされる。これがうまく機能するにはビット線の入力ドライバが相対的に弱いセル内のランジスタよりも強く交差接続されたインバータの状態を上書きできるよう設計する必要がある。 SRAM セル内のトランジスタの大きさは慎重に決定する必要があり、それによって正しい動作を保証する。アクセス時間が7 0ンドとされるメモリは、アドレス線群に正しいアドレス信号が送られてから、70n 秒以内に対応するデータが出力される。しかし、データは、ある時間、5ナノセカンドから1 0ンドだけ保持され続ける。また、 信号のレッド1の間での遷移に要する時間も考慮する必要があり、約5ナノセカンドと見積もられる。アドレスのいビットを順次変えながらある範囲のメモリを読み取る場合、アクセス時間はもっと短くなる30ナノセカンドなど。SRAM は一般に d r a m に比べて高価だが、高速で消費電力が極めて低い、特にアイドル状態の場合。 そのため、高速性、または低消費電力あるいは両方が要求される用途で使われることが多い。また、制御が容易、インターフェースが単純で、最近の D ラムに比べると、より真のランダムアクセス性があると言える。内部構造が複雑であるため、D ラムほど高密度に実装できず、大容量メモリには向かない。そのため、 パーソナルコンピュータの主記憶装置のような低コストが要求される用途には使われていない。SRAM の電力消費はどの程度頻繁にアクセスされるかに依存する。頻繁にアクセスされる用途では DRAM と同程度に電力を消費し、一部の IC は最大帯域幅で使用すると何ワットも消費する。一方でアクセス頻度が小さい場合、 例えばやや低いクロック周波数で駆動したマイクロプロセッサで利用する場合などは極めて消費電力が低くなりアクセスがないアイドル状態ではほとんど蒸し切る程度の電力消費数マイクロワットとなる SRAM には主に次のようなものがある産業システム科学技術システム自動車の車載エレクトロニクスなどによく使われている最近の電子機器や電子玩具には ある程度の量、数キロバイトかそれ以下の SRM が、ほとんど必ず搭載されいる。デジタルカメラや、携帯電話、シンセサイザーなどの複雑な製品には、数メガバイトの SRM が搭載されている。デュアルポート型の SRM は、リアルタイム方式のデジタル信号処理回路に使われる、こともある。SRM は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、ルーター、 その他周辺機器にも使われている。CPU 内蔵のキャッシュメモリ、外付けのバーストモードの SRAM キャッシュ、ハードディスクドライブのバッファ、ルーターのバッファなどである。液晶ディスプレイやプリンターも表示、印刷する画像を保持するのに SRAM を使っていることが多い。CD-ROM ドライブや CD-RW ドライブでも 256KB 程度のバッファを SRAM で構成しており、ブロック単位でデータをバッファリングするのに使っている。同様に、ケーブルデモデムなどの機器も SRAM をバッファとして使っている。インターフェースが単純ということで趣味で、デジタル回路を作る際には SRAM が好まれることが多い。DRAM に比べて、リフレッシュサイクルがなく、アドレスバスとデータバスを多重化せずに、直接アセスでき、 回路設計が単純である。バスや電源供給以外に SRAM が必要とする制御は、チップイネーブル、CE、ライトイネーブル、V、アウトプットイネーブル、OE の3種類だけである。同期 SRAM では、クロック、CLK も必要となる。ムスラムは SRAM を内蔵しているが、主電源が切れた状態でも重要なデータを、 保持することができる不揮発性メモリである。ムブスラムの用途は幅広く、ネットワーク、航空宇宙、医療などで利用されている。電池を内蔵する方式のムブスラム、バッテリーバックアップ SRAM もムブスラムと呼ばれることがあるが、大容量コンデンサと不揮発性メモリセルを内蔵していて、主電源が切れると、コンデンサに蓄えた電力を使って、自動的に SRAM から不揮発性メモリに、 データを転送して保持する方式の n ス s ム a m もあ、非同期 SRAM は 4KB から3 2 m ビットのものがある。アクセス速度が高速であるため、キャッシュを持たない組み込みプロセッサの主記憶装置としてよく使われており、パワーエレクトロニクスなどの制御装置、自動車の車載エレクトロニクスなど、計測システム、IC テスター、ハードディスクドライブ、ネットワーク機器、スイッチ、ルーター、 ip 電話、ズーラムなど様々な機器に使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。